どうも、ソファークスの健吾です。今日も動画を見てくださりありがとうございます。最近ガジェット系のアイテムをすごい買うようになって、で結構あれって充電が必須のものが多いんですけど、でそれでなった時にコンセント周りがすごいぐしゃぐしゃになっていて、で今こういう感じで載せてるんですけど、本当にここ最近までこれをずっと放置していて、このコンセントぐしゃぐしゃになってるとなんか気になって集中できないし、であと逆に休みたいなって思った時はなんか本当に心から休まらないというか、気持ちが全然休まらなくて、結構コンセント周りが汚いだけで思っちゃうんだなっていうふうに思って、で何か改善方法ないかなっていうふうに思って、今回ケーブルボックスを購入したんですけど、そのケーブルボックスが結構良かったので、それを今回紹介したいなっていうふうに思います。今回僕買ったのが、ちょっと読めないんですけど、イテングっていうメーカーのケーブルボックスを購入しました。これが価格が1500円ぐらいで、まあ購入の、まあ、決め手というかなったのは、やっぱりこの木目調かつ白でも結構シンプルな感じで、まあ僕の部屋も結構白と木目調のアイテムが多いので、それとマッチして結構部屋に馴染むんじゃないかなというふうに思って、購入しました。で実際に買ってみて良かったことが、3点ありまして、で1つ目がやっぱり、まあ、買った理由と同じなんですけど、シンプルな見た目が部屋にすごい馴染んでくれるので、ここはいいなって思いました。まあ、基本白とか木目調の家具が多いので、それに合わせたところ結構すっきりとまとまった感じになって、すごく気に入ってます。まあ、コンパクトだけど意外と大容量っていうところがいいなというふうに思って、サイズは高さ12センチで、長さ30センチで、奥行きが12.5センチぐらいなので、大きすぎず小さすぎずっていう感じで、すごくいいなっていうふうに思いました。まあ、今こういうふうにデスクの下に置いているんですけども、全然邪魔にならなくて、ちょっと奥の方がちょっとまだまだコンセント系がちょっとごしゃごしゃになっているので、そこは改善したいなっていうところなんですけども、まあ、1500円でこういう風な感じで結構綺麗にまとまったので、でそこまで大きくもないので本当に気に入ってます。で3つ目いいところなんですけども、複数に隙間が作られているので、まあ、ここからコードを出せて、まあ、今こんな感じで Wi-Fi 充電したり、 Apple Watch の充電器を出したりと、まあ、必要なやつだけ出して木目の上に充電したいものを置けるっていうのがすごくなんか使いやすいなっていうふうに思いました。で中はこんな感じなんですけど、まあ一回こういうふうにかぶせることで結構、まあ実質隠していることにはなるんですけども、全然これでも問題ないかなというところで、まあちょっと今コンセント周り本体のところがコンセントをもうちょっと本数させるコンセントケーブルを買おうかなというふうに思ってるんですけども、まあ今んとここれでいいかなっていう感じで、でちょっと一個気になるところがありまして、で実はこの蓋のところなんですけど、実はここパチッっていうぴったりとパチッというような音が鳴って入るっていうわけじゃなくて、もう本当に重ねるだけの蓋なので、中のコンセント類が多すぎるとこの蓋もパチッと押し込むことができないので、まあちょっと浮いてしまうんですよね。なので、まあコンセント類はなるべく必要最低限にして、ぴったりと蓋が閉まるようにっていう工夫はしてます。まあ、今んとこ結構もうバリバリでコンセント類も詰め込んじゃってるので、まあ、それでもまあギリギリ高さ的にはギリギリちょうどいい感じにはなってるので、まあ、そこはまあちょっと気になるんですけど、今んとこ大丈夫かなっていう感じです。はい、という感じで今回はこのコンセントボックス、ケーブルボックスについてちょっとご紹介をさせていただきました。ケーブルボックスなしでコンセント類をまとめるだけだと、なんかやっぱ心も落ち着かないし、なんか集中したい時にも集中できないっていうことが結構あったんですけど、ケーブルボックス買ってからはデスクの下が結構すっきりしたので、なんかそこまで気にならなくなったので、本当に集中したい時に集中できるし、まあ、休む時にも休めるっていう感じで、かなり買ってよかったなっていうふうに思います。まあ、今デスクの下に置いてるんですけど、まあこれぐらいのサイズだったら、まあ、デスクの上とかデスクの隣とか、
まあ、こういうデスクの下になんかカスタマイズして入れるのもちょっとありかなって思ってるので、今後どこに置くかはちょっと決めていきたいなというふうに思います。あのたまにぐしゃぐしゃになってしまったりとか、まあ、YouTube の撮影をしている時に、まあ、コンセント類抜き差しした時にごちゃごちゃした状態で放置してしまうという時とかもあったので、そこはあの自分の管理をしっかりしてこの状態、今綺麗な状態をキープしていきたいなというふうに思います。結局買ってそこがぐしゃぐしゃだったら意味がないので、ここはあの気をつけながらあのキープできるように意識していきたいと思います。はい、という感じで今回はこれで終わりたいと思います。もしこの動画がご参考になりましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ソファックスの健吾でした。どうもありがとうございました。